よし、やる気のないお前らにここで一つ話をしよう。ある生徒が俺に聞いてきたことだ。なぜ勉強をしなきゃいけないのかと。そこで俺は答えた。自分だけの光を探すためだってな。お前自分の女の前だからってカッコつけてんじゃねえよ。気持ち悪いんだよ。よし、じゃあ行こうぜ。大丈夫ですか？ええ、あの3人には少々手を焼いてまして。そうみたいですね。小島先生のあの態度許せませんね。よし、それじゃあ授業を始めるぞ。教科書の34ページを。どういうことだ。あの三人が嫌がりながらも真面目に授業を受けてやがる。あの女、一体何しやがった。私は元 FBI、 人の弱みを握るプロだわ。松本くんが奇世界ゲーム界のレジェンドってみんなは知ってるのかしら。なんか用っすか？これ、料金よ。え？なんでこの映像？遺失物横領罪。これは立派な犯罪よ。明日から真面目に授業を受けることだ。あつかくん、なんか用か。あなたボディービルの大会で優勝したそうね。ああ、まあ、それがどうした。その大会の日の映像よ。あれ、筋肉に注射してるように見えるわね。お前、なんでこれを。明日から真面目に授業を受けるのよ。どうやらようやく俺の言葉がお前らに届いたみたいで嬉しいよ。あ、そうだ、また別の話を聞かせてやろう。弱みを握られた3人はどうすることもできず、授業を真面目に聞かざるを得ない日々が続いた。そしてそのやり場のない怒りの矛先はやがて花山へと向かっていった。いいぞいいぞ、行け行け。いやうわー、ひどいですよ。何するんですか。うるせえ、こっちはうしゃくしゃしてんだ。恨むんだって。あいつを恨むんだな。とんだとばっちりじゃないか。あら、何か。3人をなんか何かで脅してるみたいなんですけど、やめてもらえませんか。何、私に逆らうの。
あんたのことも調べ上げて弱みを握ってあげようか。ああ、まあ、いや、僕のことを勝手に調べるのは別にいいんですけど、気をつけてくださいよ。私は FBI、 怖いものなんてないわ。ブラックエンペラー、あの子とんでもない秘密を隠してるわね。あんた誰よ。ん？なんだ、今の人どこかで見たことある気が。間違いない、あの人だ。よし、じゃあ次回始めるぞ。どうした、アナキン君。僕の面倒を見てもらう人を変えてもらってもいいですか。え、なぜか、あいつとは気が合うと思ってた。ガッセーモッチ、お前嫌われてやんのは休みだよ。わかった。それなら誰か代わりを探さないとな。僕、あの人がいいです。あ？俺？で、Y イコール 3X 乗プラス2と、まあ、この Y イコール2。くそ、なぜだ？なぜ俺が選ばれた？こいつ、無料の俺が怖くねえのか？松本くん。ああ、うるせえな、ヤギ。話しかけてきてんじゃねえ。本当は優しく教えてやりてえが、こいつらがいる手前、そんなことができるわけもねえ。マッチュ1021。あ？え？今、なんつった？あ？マッチュ1021。僕はゲームの情報収集としてネットを漁るのが日課になっている。その日もいろんなゲームを調べていた。着せ替えゲームか。ん？奇世界ゲーム界のレジェンド？間違いない。この人は奇世界ゲーム界のレジェンド、マッチュ1021。その人だ。おい、なんでそんなこと知ってんだよ。とにかくバラされたくなかったら僕にゲームを教えてよ。あ、わかった。ちょっと待ってろ。おい、特別だぞ。なんだよ、この別、そんな適当教えてほしいのかよ。しょうがねえな、よし、教えてやるや。こうして僕は松本くんにゲームの技術を教えてもらっていた。授業中ごめんなさい。アナキンちゃんがちゃんと勉強してるか見させてもらうわ。どうぞ、こちらへ。こちらで。畜生、まさか帰ってくるとは。これは油断できないな。マッツさん、何やってんすか。早くゲーセン行きましょうよ。ああ、すまん、ちょっと先生と話してるから先行っといてくれ。ああ、わかりました。早く来てくださいよ。ああ、マッツさん、お前も遊んでばかりいないで将来のことを早く考えないとな。うっせえ、黙れ、クソジジ。あ、すいません、僕からも言ってきます。ああ、松田のやつ最近やけに反抗的だな。ああ、それでしたら、こないだこないだ、地元の不良仲間が言ってたんですけど、そいつ先行のこと殴ったのに何の処分もなかったらしいんすよ。あ、なんでだよ、普通退学だろ。いや、教師なんて社会に出たことないお坊ちゃんなんで脅せばどうにでもなるらしいっすよとか言ってたんで、その地元の友達から悪い影響を受けて、教師なら何でもやっていいと勘違いしてるかもしれません。なるほど、確かに普通の教師であれば不良生徒の脅しに屈して言いなりになるというケースもあるのかもしれないな。そんな、暴力が脅しに屈して自分の正義を曲げるなんて絶対間違ってます。安心しろ、幸い俺は普通の教師ではない。
生昨日なんか企んでそうだったから松田に気をつけろって伝えないとな。そうっすね、すぐ伝えましょう。よし、全員揃ってホームルーム始めるぞ。おお、松田がまだ来てないっすね。あ、先生、松田今日休みっす。いや、松田は監禁した。は？監禁？何？昨日先生が切れてたのサプライズが足りないからだと。ええ、そのようです。ハマイのせいだと思ってましたが、やっぱりすごいっすね。どうかです。おでもエボッチ、今日何の準備もしてるし、さらに先生に切れられんじゃないか。大丈夫、ちゃんとサプライズは用意してあります。じゃあハルクは松本の後ろの席に座ってくれな。はい。あ、とにかく近寄ると危ねえから、こいつとは距離を置くようにしよう。そうっすね。面白いですね。面白い。なんだこれ。花山くん。あ、ハルくん、どうしたんですか？花山くんは、僕が近寄っても逃げないんだね。ええ、あの人たちは大げさなんですよ。実は僕、みんなと仲良くなりたいんだ。え？仲良くですか？だから、どうしたら仲良くなれるか、花山くんに教えてほしいんだ。なるほど。こいつの怪力は本物だ。仲良くしておけばそのうち何かで役に立つかもしれない。わかりました、僕に任せてください。お、厚田くんパズドラしてんの？お前は危ねえからあっち行け。いいですか。例えば厚田くんは両軍に対しての対抗意識が強いので、その部分をつけば簡単に気を引くことができるんです。パズドラ教えてもらおうと思ったのに。そうだよね、リョウ君に教えてもらおうか。え、リョウに？アツタ君はリョウ君より優しそうだし、リョウ君よりかっこいいし、本当はアツタ君に教えてもらいたかったんだけどな。しょうがないか。ちょっと待て。仕方ねえから俺が教えてやるよ。本当？ありがとう。
よし、食いついた。こうなりゃこっちのもんだ。一緒にゲームをして仲良くならないことなどありえない。よしよし、それじゃあ試しに俺のアカウントでやってみるか。ありがとう。それじゃあまずはフレンドってやつを説明するから、右下のフレンドってやつを押してくれ。おい、ああそこじゃない、そこじゃない。ああごめん、うまく押せなくて。ああいいからいいから、今押しちゃったとこの右のフレンドってとこ押してくれればいいから。ああそこそこ、ああ違う違う違う、そこじゃない。あーごめん、画面が小さくてうまく押せないんだこれ。一回落ち着いて、うん、ゆっくりでいいから、うん、それ左のキャンセルってとこ押してくれ。右押しちゃうと削除になるからな、うん、ゆっくりでいい、そーっとでいいから、うんうんうん、あ、